これ間に合うか、あと3分ぐらいしかねえぞ、マッチ開始してから。いや大丈夫でしょ、こっから早いっしょ。まあ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 大丈夫だよ。え、どうすんの、どうすんの、これで死んだら終わり。え、死んだら終わり。もうずっとパラシュートしてても、ワンチャン感染画面で見るよ。あーあー、まあ確かにな。え、もう速攻で開いてよ俺。どうする、え、開くの、いや、開く、やばいでしょこれ。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。でも下降り、エグザン戻ってきた。俺キー切るわ、俺キー切る。え、人どこ、え、人のところ大丈夫じゃね。え、いるよ、下でもう聞いてる今。もうちょっとロケット見える場所行かない、ロケット見える場所行かない。山の上行く、あの向かいの南の赤の方、赤来るぞ、はい、ブザー鳴ってる、あと1分、るあと1分、あと1分、ブザー鳴ってる、ブザー鳴ってる、あ、上でなんか作ってる、誰か、え、マジ何も見えない、うん、上で建築してるやつ、ロケット発射しようとしてんじゃん、音やべえ、あ、あ、ロケット、あ、ロケット発射してる、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 すげえ、おー、しかも、あ、出た、ロード上行った、出た、羽ばたいてる、あ、上のロードしてる、うわー、やべやべやべ、なにこれ、おー、飛んでない、飛んでる、なんか飛んでんだけど、あれ何、あれ、え、どこに行くの、どこ行くのあれ、え、どこ行くのこれ、ええ、え、上行った、え、どこまで行くのあれ、これなんか降ってくんじゃね、月が、月が、月がなんか移動してる、あ、月追ってきてね、いや、それはねえだ、それはねえだ、月は動いてない、それは言い過ぎ、いや、月追ってきてね、あ、なるほど、爆発した、あ、違う、これ2段目か、あ、2段、多段式ロケットか、あれ、あれ、あれ、穴開き、うちに当てきそう、俺、なんかこれ普通にさ、なんか追ってきそうじゃね、え、後ろ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 、なんだこいつ、なんだこいつ、ふざけんな、ふざけんなよ、読めねえやつだな、危な、これミニポ飲んで、すげえ、コスモナウト、もう宇宙行ったわ、多分宇宙行った、え、押してきてね、なんか、え、あ、じゃあロケットが押してきてね、いや、煙やば、煙なんかバグってね、え、すごかったね、え、なにこれ、え、なんか追ってきてね、あれ追ってきてるし、あれ、え、どこ、あ、光ってんじゃん、青い青いな、青いな、ほんとらほんとらほんとら、え、あれ何あれ、え、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 え、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 やばい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 、え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 、なんかおったの、え、ミニかね、右だね、右、しかもなんかマミニア殺してる、なんか、え、待って待って、何も見えない何も見えない、え、なんか向こう側だ、向こう側だ、多分見に行こう、え、なんか待って、なんかまた飛んでね、ん、どこ飛んでる、
なんか音飛んでる音しない。なんだ。あ、違う違う。うわー、なんか爆発してる。爆発してる。あの、S 方向。S 方向で爆発した。S 方向行かね。今ね、なんか死んでたやつがいた。あそこいるぞ。エグザミいるぞ。エグザミいるぞ。なんかまた爆発してる。また爆発してる。うわー、めっちゃ綺麗。やばー。なんか地割れが起きてる。え？なんか空に地割れが起きてる。え？空が割れてる。マジ。え？空が割れてるよ。すごい綺麗だ。はい、ということでちょっと感想の方をお話ししていきたいと思います。すごい素晴らしいイベントでしたね。このなんだろう、演出がいいとか、まあそういうのはさておき、まあ演出は良かったと自分個人的には思うんですけど。っていうよりは、ちょっとイベントのやり方、打ち方っていうのがすっげーうまいなと思って、2時半に、こう、ロケットが打ち上がるっていうのを、この、フォートナイトの中にある、ゲームの中にあるテレビとかでカウントダウンをしたりだとかしていて、で、その2時半にどのサーバーも同じように打ち上がったりするんですね。なんで、その2時半に間に合うようにサーバー内にいて、この、まあ、眺めるっていうのが、まあ、みんなそれをしていて、そこがね、こう、なんだろう、みんなでこう、花火を見に行ってる感じ、あの、リアルタイム感っていうのはすごく良かったなと思いました。普通イベントだったら、まあ、なんていうのかな、この期間にサバ内で、ロケットが打ち上がりますみたいな感じのイベントだと思うんですよ。こんなリアルタイム性だと、確かに見れない人も出るし、見ようとしてたら殺されたみたいな、そういうこう、文句っていうか、そういうような、こう、不平不満も出るかもしれないけど、まあ、そこをね、まあ、やってのけたっていうのが、すごい斬新っていうか、まあ、MMO とかだったらあるイベントなのかなと思うんですけど、これバトルロワイヤルゲームでそれをやってくるかっていうのが、こうめちゃくちゃ良かったというか、意外でしたね、イベントのやり方が。で、やっぱみんなでこう、イベントを見に行ってる感っていうのが、すごく良くて、やっぱ、バトルワゲーとかって、同じことの繰り返しになりがちだと思うんですよ。だってね、資材集めて、建築してって、まあそれはマップを追加しますとか、こう新しい車、フェラーリが出ましたとか、コスチュームを追加しましたとかだったら、まあ他のバトルワゲーもやってるんだけど、まあこういう風なイベントをやるのってすごいセンスあるなって思いました。やっぱ流行るなっていう風に、やっぱ、まあ流行ってるんですよ、このゲームって、すごい海外で。やっぱ海外でやっぱ流行ってるだけあるなっていう気はしました。最初の方は PUBG とかの方は流行ってたんだけど、じわじわフォートナイトの方は流行り出していて、まあやっぱそうなるよなっていう、そのゲームの面白さとかゲーム性とかっていうのはもちろんあるのかもしれないけど、このイベントの打ち方とかのセンスの良さっていうのがやっぱ違うなっていう風にちょっと個人的に思っちゃいましたね、今回のイベントを見て。なんかこれまあで、これソースがちょっと曖昧なんですけど、なんかワールドカップとかでも選手がゴール決めた後になんか元フォートナイトが元ネタのダンスを踊ったりとかしてて、そう、どこの国だったかな、ちょっとどこの国だったかちょっとわかんないんですけど、いやーすごいね来てるね。で俺知り合いの、まあ俺が事務所とかは入ってないんだけど、その、まあ、知り合いのその YouTube の事務所関係でフォートナイト の知ってる、そのテンチムとかナナカとかが行ったイベントのに一緒に行った人がちょっと知り合いで、まあ、その人にいろいろイベントのこととか聞いたんだけど、やっぱりすごい盛り上がりが段違いらしくて、日本でもやっぱそれぐらいゲームが当たってほしいなっていうのはちょっと思うよね。そのまあ日本ってスマホゲーが主流だから、まあ今荒野行動っていう風になってて、まあ、別に荒野行動が悪いとかいいとかそういう話はないんだけど、なんかやっぱ世界で流行ってるものも、まあ、世界は世界、日本は日本って言えば それまでなのかもしれないんだけど、やっぱりこうね、結構今までって PC ゲーが世界で流行っても CSGO とか LOL とかが世界で流行っても日本ではもう一切流行らないみたいな流れがあって、で PUBG とか Fortnite が本当に初じゃないのかな。まあもちろんそのまあスマブラとかさ、そういう任天堂のゲームがとかっていうのはあるかもしれないけど、こう結構コアな PC ゲーとかが流行るケースってなかったと思うんですよね。そのなんか今までは CSGO とか LOL とか一切やってなかったし、みんなそういうのが流行っていくっていうのはすごいなっていうふうに思った
し、まあ、これから期待できそうだなっていう、まあ、それの最初に流行ったのが BBG だったんだけどね。 BBG 俺最初こんな絶対流行んねえと思ってたんだけどな。 BBG はただちょっとだけ残念な感じだよね。そのフォートナイトにちょっと抜かされてると言ったらあれなんだけど、微妙なことになってるんで。流行ってほしいですね、BBG も。あ、なんかサプレッサーすげえ強くなったんだよね。サプレッサーめちゃくちゃ強くなって。サプレッサーやばくねえか。クソ強いな。めっちゃ強くなってんな、これ。あ、ロケラン、誘導ロケランとか消す判断ができるゲームって今までなかったと思うんだよね。あれすごいよな、地味に。消す判断ってあんまできないんですよ。あんまやんないじゃん、他のゲームって。だからこのゲーム、これめっちゃ強すぎってなった時に、もうなんか、じゃあそれ消すわっていうのってあんまないと思うんですよ。その、モードで制限かけるっていうのはあるかもしんないけど、その、なんか、ゲーム内から完全に削除しますみたいなケースって、あんまないなと思って、そういうバランス調整の仕方すごいなっていうふうに。こうもいるな。スナイパーもうちょっと強くなってもいいかなと思うけどな。おっと危ない。うわーマジか。瞬殺クソ強い今の。今のめっちゃ強かったなこいつ。どうやって倒した今。はい、ということでフォートナイトやっぱ来るね。来ると思うわ。あんま俺動画出してなかったけど。ということで GG。